こんばんは、ストーンズ田中樹です。こんばんは、ストーンズのコーチ優吾です。はい、ということで今日もストーンズ大移動の日でしたよ。イエーイ、やっとゴールに来たね。お前もう変になってる。疲れてる。言わないとは思うけど、疲れてるんだよ、ね、いやいやゴールに来たじゃん。ここ、まあ、ゴールした時のその、そうよ、高揚感の感じってこと。やっといっぱい今日移動してきたからね。最後の現場に来たから、そのゴール感があるってこと。あ、疲れは全くないからね。全然大丈夫。一応、ね、彼は絶対に言わない男ですけど、きっと疲れはあると。全然疲れてない。全然疲れてない。多分疲れてるはずなんだ。余裕余裕。いや、なんないですか。あ、疲れない。本当にお前心からアイドルだな。疲れって何？な、感じないですか？わからない。まだまだいけますよね。そう、で、まあ、大移動の日というのは、まあ、まず僕たちちょっと横浜の方に、はい、お昼ぐらいかな、はい、行って、その後、ちょっと前まで千葉の方でお仕事して、はい、今東京でお仕事という流れで。そうですね。まあ、何したかというと、まずサプライズでフェスに出演したり、はい、直前まで生放送の音楽番組に出演したりと、うん、ずっと何かしらに出演してた日。そう、なんかね、ずっと今日は動いてたね。動いてたね。そう、なんかね、動いてたね。休まる時間がなかったね。なかったよ。まあまあ、その辺の話はね、この後12時台にちょっと、はい、まあ、いろいろ話していきたいと思うんですけども、ちょっとそのバナナとね。何急に？何？じゃあ分かってるんだけど、そのこれはこれを話したかったの。まずバナナとパイナップルがね、今ね、歴史上一番高いらしいぞ。歴史上？そう、最近の中ですごく値上がりしてるとかじゃなくて、歴史上、ここ数年とかな、じゃないじゃなくて、そうそうそう、歴史上で一番高い。ちょっとリスナー一回聞いてくれ、マジで。バナナとパイナップルかな、今歴史上一番高いらしいんだよ。歴史ってどっからの歴史？分かった、一回リスナー聞いてくれるか。歴史上だぞ。どこの歴史？いや、だから歴史上。誰が考えたそれは。歴史上、そのバナナとパイナップルというものが、そのお金というかそういうもので取引されるようになってきた歴史の中で最も高いの今。それは何？日本だけなのかな。まあ、でもそういうこと？世界的にっていうのもあるんじゃない？やっぱ日本ってことはないから。じゃあ、まあ、だ、ってか、まあ、歴史だね。じゃあ日本じゃね。日本というかその歴史上。分かったから、もう突っ込まない。歴史の中で。とりあえず聞くわ。そう、何？で、その例年のね、1.5 倍から2倍近く。高いね。そう、価格が高騰してるって話で。で、歴史上だよ。完全に。そう言われるとよかったわ、俺。なんで？千葉の方から結構持ってきた。本数、ケータリングにあったから。で、その、果物の価値ってさ、いや、俺わかんないんだけど、昔の方が高そうな感じしない？いや、でもわかるよ。だってさ、今はさ、設備がすごいじゃん。そういうこと。なんか、まあ、別の果物や野菜で言うとさ、こう、ビニールハウスがあったりとか。いや、そうだから、一年中もう食べれるじゃん。いろんな野菜も。そう、うん、で、科学が発達してきてさ、こう、人工的に育てられるようになってきてるのに、歴史上一番高いんだよ、今。何なんだろう、なんで？わかんないけど。これ原因がわからないんだ。俺はちょっと原因、理由まではわかんないんだけど、とにかく歴史上一番高い。うるせえな、わかったよ、もう。あとさ、その、めっちゃ俺か、思ったんだけどさ、バナナってめっちゃ不思議じゃない？何が？俺はバナナに対して不思議ってか。お前ちゃん冷静になるって。何？あれやばいから。何がやばいの？じゃあ、お前バナナってどういう風に捉えてる？お前は。いや、うまくて栄養価が高い果物。実は、まあ、それはそうよ。それは俺も感じてるんだけど、あれマジ不思議で。何？まずね、その他の果物に比べてちょっと剥きやすすぎない？あれ、ガチで。あー、バカだ、今日長くなるぞ。一回き、じゃあ、長いぞ。お前冷静になる。何？じゃあ他の剥く果物想像してよ。みかんとかね。はいはいはい、リンゴとか、はい。みかんまず想像してください。みかん、はい。あれこうちょっとさ、真ん中のとこにさ、指入れてさ。指入れて。その時ちょっと爪の中になんか入っちゃってさ、こう、剥いて。まあまあまあそうだね。こう剥いてってやんないといけないでしょ。大体5回ぐらいだね。でしょ、うん、で、まあ、リンゴもさ、ナイフ使ってこうさ、皮剥くボタンはそうだね。果肉がつかないようにこう。薄くね。大変でしょ？大変だね。バナナやばいな、これ。剥きやすすぎるだろ。だってまずさ、いやいや、そうよ。ここから剥いてくださいと言わんばかりの取ってから、取って、だからさ、剥くだけなんだ。バナナの根元を取ってっていうのはお前ぐらいだよ。あれ、レバー。レバーじゃねえよ。あれ。
カラオケとかにあるさ、フロート系のさ、違う、ドリンクバーのレバーと一緒だろ、あれ。あれ、最も人間が持ちやすいような形なんだよ、あれ。まあ確かに、ちょっとアーチしてあるし、ね。でしょ、うん、で、ビーってやるだけ、やって、うん、そこで、ちょっと避けたところ、あと、ピッピッピッって言ったらもう食えんだよ。3工程ぐらいだよね。でな、うん、で、うん、剥いた上で、持ち手があるんだよ。なまあ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 、まあ、半分ぐらい剥くだろ、はいはいはい、剥いてないとこう握れる持ち手があって食べるじゃん。ああ、じゃあまた食べる分だけ剥きゃいいんだよ。いや、リンゴにあるか持ち手。いや持ち手はないね。取ってある。あ、だから食い終わった後の下手ぐらいだよな。だからで、あそこ持ったら手汚れるよ。汚れるね。バカが持ち手があるんだよ。 やばいじゃん。だからその人間が食べることを想定してるとしか思えないんだよ。人間がこれをこのように食べると想定してできた果物としか俺は思えないの。もうもはや房でなってる時もね、だって持ちやすいし、上があって そこからピッて裂いて、うん、ピッて取るじゃん、うん、そこでもう持ち手ができてんだよ。まあまあ確かにそう言われると、ね、で、取っ手をこうビーってやって持ち手食べて、取っ手って当たり前みたいに言うなってなで、食べてる時も手汚れないわけじゃん、うん、でな、それ不思議なのよ、うん、でうるさその上でめっちゃうまいのよ。いやうまいよ確かにね。じゃんお前言ってただろ、うまいって。いやうまくて栄養価が高いっていうね。だろ、うん、で意味わかんない、自然に生まれといてあんな味あり。あれ、いやまあ確かにね、意味わかんない。俺あと一個不思議なことあるんだけどさ、うん、青いバナナを収穫してもさ、うん、家に数日置いとくとさ黄色くなんだよ。あいつあれやばいだろ。あれはやばい。勝手にさ、うん、熟成していくんだよ。熟成していくな。あれはすごいやばいじゃん、うん、だってさ、もうそう食べやすさで言うとさ、うん、だってもう明らかさ、だってコンビニとかのさフランクフルトとかあるじゃん、うん、あれとかもさ最後の方ちょっと食べづらくない？いやまあ確かにね、棒刺さってるけど焼き鳥とかもね最後の一口がちょっと食べづらさあるじゃない、うんうん、あるね。バナナ最後までないんだよ。まあ確かに。あれやばいじゃん、うん、でうるせえな。お前も言ってるけど、うん、めっちゃ健康にいい。いそうだよ、めっちゃ健康だから最強なんだ。ちでバナナって何？いやバナナやばいじゃんこれマジで。まあ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 意味は、いやそう、慎太郎がね一時期そのトウモロコシが宇宙から来たみたいなのさ、その都市伝説を言ってたじゃない、うん、この間のテレビでも言ってたけどさ、ね、ビズミュージックでも言ってたね。そうな、ない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 か、そうそう、でも言ってたけどさ、うん、これバナナあるぞこれ。あれそういうこと？そう、変なの。あ、だからもう人間これ食べるよなっていうことなの。だからもう洗脳されてんだもん。だからそう、人間はこれを食べる、こんな風にしたら便利で栄養もあるし食べやすくて食べるだろってやられてるんじゃねえかって思うのよ。あ、じゃあもう指令みたいな、もうまんまと俺らは引っかかってんだ。そういうこと、餌と同じ状況なの。そういうこと、ね、で一方ね、その、うん、もう一個パイナップルの話もあったでしょ。パイナップル、まあ、うん、高いって、うん、そう、パイナップルこれの防御力、これどういうつもり？まあ確かにあれ怖えよな。やばいじゃない、あれの防御力。意味わかんなくない？いやだって俺さ、一回バラエティの番組で箱の中身は何だろうなで、うん、パイナップル入った時痛かったもんね、あいつ。やっぱり。で、バナナ激弱じゃない？それで言うと。スピー、ピー、ピー、むしゃむしゃじゃん。パイナップルの確かに防御力意味わかんなくない？バナナはね、どういうつもりなの？危険性ゼロだね。そう、じゃん。赤ちゃんでも扱えるから。じゃん。あれ、パイナップル、あれ、何ゼバン、あれ。あれはやばい。トゲしかねえからな。で、その、食べられることを、その、拒否するかのように硬くて尖ってるじゃん。いや、そう。もう、食うなよ、と。言ってきてる。食わせる気ゼロなんだよ。ゼロだね、あれは。パイナップルの防御力とか攻撃。防御力だけで、そう、攻撃力もあんのよ。そう。いや、そう。わかるよ。だからその、なんか、防御が最大の攻撃みたいな状態になってるわけよ。あれはパイナップルはね。身だけ守りゃいいかもしれないけどさ、あいつ葉っぱも痛えのよ。そう、上のね。硬えじゃん、あれ。なんていうの、あそこ、へたというかさ、上の部分がね。そうそうそう。いや、で、で、ああ、わかった、何？食ったらめっちゃうめえ。いや、うめえよ。いや、やばくない？いや、そう、ね。いや、お前、パイナップルってどうやって育つか知ってる？パイナップルでもなんとなくさ、木にこうなるイメージない？いや、そうだから、本当に南国のイメージで、ああいうちょっと根元がツルツルな木？ああ、はいはいはい。ヤシの木とかじゃないけど、そういう中になんかちょこっと何個かできるみたいな。上にね、こう、ヤシの木みたいなのあって。そうそうそう。まあ、そこまで高くないと思うけど、なんか、そういうイメージかな。じゃん。うん。あれさ、あれがあのまま地面からニョーンって生えてくんだよ。やばくない？え？あのままだよ。あいつが？あいつが。じゃあ、あいつがニョーンって。パイナップルジュニアがいるってこと？
あ、だから、ちっちゃい。そっから、そう、ほらほら、こういう状況。うわマジじゃん、うん、本当に野球ボールぐらいの大きさの。そうそう、これがちょっと大きくなってくる。あ、が大きくなって。うん、そう。あの、ちょっと。俺らが普段食べる見るような。黒ひげ危機一発ぐらいの大きさになるっていう。あ、そうそう。これさ。すげえ。いや、マジで意味わかんないじゃん。で、見てよ、これまず。いや、マジ幼少期から強そうじゃね。そう。幼少期からまず上がでかくてさ、周りの葉っぱが見て。うん、めっちゃ。え、ちょっと待って。これ強そうじゃん。葉っぱから、え、こんな子供の時から葉っぱ強えの？そう。これさ、強そうすぎない？ちょっと。やばいね。これやばいじゃん。なんで人間食べようと思ったんだよ、それ。そう。で、めっちゃうまいのよ。ね。うまいね。これ、パイナップルあるぞ。何がそれも？いや、これおかしいもんだって。だってさ、その、食べられることとかを何も想定してない。いや、してないよ。てか、そう、食べさせないようにしてきてるの。逆に。してるね。そのなんか、リンゴとかだったらさ、まあ、ちょっと一手間ぐらいよ。ちょ、これ、食べさせたくない感がすごくない？まあ、確かにね。誰かの、その、なんかその、何かが働いてる気がする、うん。俺は。食べさせたくないという気持ちが。でね、でいいよ、でも。聞けよ、お前。聞いてるよ。ずっと聞いてるよ、俺は。で、うん、この二つだけ、うん、歴史上で一番高いんだよ。今ね、それは今の話じゃん。これあるだろ。ないよ。やばいだろ。ないって。この二つだけだよ。いっぱいいろんな果物なんだよ。うん、な値上がりしてもおかしくないような果物とか、いっぱいあるよ、他にな。じゃあ、あるよ。うん、この二つだけが一番高いんだぞ。もっと探せば値段上がってるフルーツあるから。いや、なんだけど、歴史上一番高くなってんの。この二つが。今ね、この二つが。そう。バナナとパイナップルが群を抜いて高くなってると。うん、いや、これはちょっとおかしいなってちょっと思った。全然おかしくないと思うんだけどな。え、ちなみにさ、これパイナップルって自分で剥いたことある？あるよ。あの攻撃力高い状態から。え、あの状態からいけんの？前。あるよ。あの、なんかさ、爆弾みたいな状態からさ、俺たちが知ってるあの姿になるまで、で、どういう、何をするの？あれは。いや、まず、やっぱり、相手攻撃力もあるから、うん、まず攻撃力を削ぐ。どこ？葉っぱ。上なんだ。まず頭。上をバンと行くわけだ。まず頭を落とす。葉っぱのヘタの部分というかね。うん、それを何 ?V 破壊するわけだ。V 破壊。上を、ね。ほんとモンハンみたいな感じ。上をまず V 破壊するのね。V 破壊する、うん。で、V 破壊してからは、まあ、でもそれいろんなパターンあると思うんだけど、うん、コーチがやったことあるやつ。皮剥ぐ人もいてたりとか、うん、真ん中からそう。剥ぎ取りチャンス。剥ぎ取りチャンス。だからパイナップルの外側の強いところを剥がしたりとか。こう。そう、だからどんどん縦にどんどん切ってったりとかして。縦でこう、縦にこう、切っていくイメージなんだ。で、真ん中のヘタが硬いから、うん、真ん中の硬いヘタを落として、うん、で、状態、食べれる状態にする。周りの身の部分とか、俺らが普段食べる部分だけこう切り落とす感じ、うん。でも皮を剥がないでそのまま食べるパターンとかもあるから。ああ、そうか。そう、言っちゃえばよく、バイキングとかであるのかな、下の状態、お皿の状態にするっていう感じかな。あー、なるほどね。そうそう。そこまでやんないといけない。皮って食えるの？それ。皮は食えねえよ。あれは。あれやべえだろ。あれ負けるよ、食った。あれはいけない。口の中負けるよ。でも、中の芯、硬い芯、よく捨てられちゃうところあるじゃん。まあ、なかなか食べづらいところね。そう。茎みたいな硬いところは、俺はちょっとスティック状にして、冷凍庫に入れて、次の日凍らして食べるとアイスみたいな。アイスみたいな感じで、めっちゃうまい。お前、果物上手に結構むけんだろ。他のも結構いける上手に。いや、何でもいける、大体。え、リンゴとかもうまい？俺はできないの、基本はね。リンゴも普通にむけるよ。お前なんか一人でもリンゴとかウサギの形に向きそうだよな。ああ、まずそうだね。お弁当とかに入れるときには、リンゴって塩につけるの、塩水に。あれって、塩水につけると、お弁当とかに入れたときに、長時間入れたときに、時間経っても、黄色くならないね。で、お前、ウサギとかにすんの？そうそう、ウサギちゃんにしとくね。なんでそんなことすんだよ。なんで怒られんだよ。いいだろ、しかって。なんでそんなことすんだよ、お前、いちいち。美味しく食べたいだろ、可愛く。すごいね、お前。めちゃめちゃ美味しいからな。そう？俺ちゃんとペティナイフ持ってるもん。なんですか、それは。その、だから果物とか切るようなナイフ。果物ナイフってやつか？果物ナイフ。しかも、そうそう。ね、何？ペティナイフ。ペティナイフっていうの。っていうのも、ブランチさんちょっと買っちゃったから。ああ、そう、マジで。すごいね。ああ、そうですか。結構やってんだね。だから、全然もう、剥いてほしい果物あったら持ってきてくれ。そうあのパインもいけんだもんな。そう、いける。あと、まあ、ちょっと話変わるんだけども、昨日ついに発表になって、これちょっと話さないといけなくて、俺はね。コーチはちょっとごめんなさい。ちょっと巻き込む形になるんですけど、一旦、ね。もう俺ずっとパイナップルズから巻き込まれてるよ、俺は。一旦ちょっと聞いててほしいんですけども、昨日ついに発表になりまして、
7月12日ですね。7月12日、来週かな、21時から生放送の、ミュージックステーションにストーンズが出演させていただくと。ありがとうございます。まあ、それはもちろんコーチも出る側なんで知ってますけど。はいはいはい。ちょっとメールが来ておりまして。メール来てる。ちょっと読ませていただいて。コーチさんすいません。ちょっと巻き込むんですけど。はい。ラジオネーム、マイルズさんからです。紅白で田中とジェシーがリトルストーンのためにドのハンドサインをやると約束して緊張で全てが吹き飛んでから早2年。今年の5月には M ステの階段でリベンジすることを誓い、その約束もゴジラのモノマネと雑な透かし芸で台無しに。その後ラジオで謝罪し、M ステの階段で必ずドポーズをやることを誓いました。そして事件は今日のザ・ミュージックデーで起きました。巨大な LED の壁が真っ二つに開き、強い光に包まれて登場する大男たち。階段の隅っこで何やらもじもじと手を動かす、キモいガリの姿がありました。田中、お前は何を勘違いしてるんだ。なんでここでそれをやってるんだ。正直開いた口が今でも閉じません。今一度思い出せ。お前とジェシーがドポーズをやるのは M ステの階段だ。Don't forget! って来ております。ちょっともう一通。そんな来てんの。これもう一通とかじゃなくて普通にめちゃくちゃ来てます。あ、そうなんだ。読ませていただきます。ラジオネーム、あじたまごさんからです。はい。こんばんは。ブチギレてるリスナーです。シンプル。いいよ。ドポーズを M ステじゃない場所でやったことに関する件についてですが、うん、100歩譲ってやったことは許したとしましょう。はい。やるならもっとわかりやすくやれよ。あれ今やった？え、でも、M ステって言ってたし、あれ？これやったのかな？あれ田中、俺は悲しいよ。お前らのファンの中には、ドポーズやった！よくやった！って言ってる人もいたよ。あれって、M ステでやってこそじゃなかったのかな？やれば場所はどこでもよかったのかな？なあ、田中？俺、悲しいよ。いやー、そういうことね。まあ、なんとなくはまあ、聞いてますけど。わかりますか？本当に一回、コーチ一回黙ってほしい。リスナー一回聞いてほしい。お願い本当にお願い。確かにね、確かに、全然違うことしてる。全然意味、番組が違うからね。そう、全然意味わかんないことをしてる。うん、で、ただその M ステでね、まあ、コーチは知らないと思うんだけども、うん、これだけ怒られたからね。めちゃくちゃ怒られたわけよ、俺、5月の M ステでね。なんかそういう噂は聞きました。そうよ、あの音色の時にね、うん。めちゃくちゃ怒られたから、まあ、M ステが決まった時、俺らはね、もうちょっと前、まあ、数日前から知ってましたよ。はいはい、はい。M ステが決まった時からずーっと、次は絶対に忘れないぞと、ジェシーとも話しました。うん。って気持ちだったんですよ。うん。で、今回俺が、ね、そのドポーズ出しちゃった場所、うん、これをリスナー見ましたかと、階段なんですよ。ね、はあはあ、そういうことね。そう、絶対に忘れたくないという気持ちがね、高ぶりすぎて階段を見ただけでその条件反射出ちゃったわけよ。いやー、確かに階段パッて見る、6人並んでる、ふっ、ピカってなって、ドッってなったわけよ。お前らが俺をこんな体にしたんだよ。俺は言いたいわけ。お前らが、あんな、お前らが、あの、俺のこの体を作り上げちゃったわけ。そういうことね。俺の体を変にしたの。じゃあ、リスナーが原因ってことだね。そう。だから、ごめんなさいわ、と。ごめんなさいわって。だからもう、ジュリからしたら、あ、どうやんなきゃ、どうやんなきゃ、あ、階段だから、リスナーが俺をこんな体にしたわけ。だからもう洗脳されちゃってるわけ。だから、ごめんなさいわって。見せてくれてありがとうございますわ、と。だから、こんがらがっちゃったジュリーはもうリスナーの。だってリスナーが俺をこんな、ね、こんな変な体になっちゃったから。条件反射出ちゃうから、俺もう。見ただけで、階段を見て、M ステ出るって分かった状態で階段を見て6人並んでたら、それをビクンってなって出ちゃうのよ。めちゃくちゃ怒られたから。だって変だもん。まあ、変だって分かって、そう。で、その、ごめん、で、これ変じゃん、もう、あそこでどうやるの。あ、だから、あれね、リスナーのさっきのメールにもあったけど、ちょっとやったか分かんないぐらいの、やったかやってないか、そう。だって条件反射条件反射やろうと思ってないわけだから、ね。やるんだったらもう、堂々とカメラ目線でこうやって見せつけて。だって、高く掲げたよ、本来ならね。本来ならね。あれはだから、その、無意識なの。無意識に、6人階段やべえ、どうっていうので、そう、パーンって。そう。LED ビーン開け始めて、明かり当たり始めた時、階段3段ある。あったね。6人並んでる、パーンって、ドドーってなったわけ。
だから俺をこんな体に、俺をこんな体にしたリスナーはごめんなさいわって言ってほしいわ。いやそれはちょっと俺なんか、俺も謝ってほしいって気になってきたわ、ね、それは、うん。これは本当は見せてくれてむしろありがとうございますわって。ジュリが、ジュリを変えちゃったんだもんね、うん、リスナーが。と言いたいところなんですけども、本当に、もう本当に申し訳ない。うん、本当に嘘ですと。僕は変なことをした鬼人です。本当にごめんなさい。本当に、本当にその、マジで、うん、マジで言い訳とかをしたいんだけども、うん、本当に条件反射だった。あ、普通にね。だって俺やるよなんて誰にも言ってないでしょ。いやいや、何にも聞いてないでしょ。俺そんなポーズしたのかもしれないもん。うん、なんかやっちゃった。だからもう、本当に。だから次必ず、その、まあ、だから、やりますから、俺。だからそうよ、だから、来週、あ、来週やります、来週。で、必ず M ステでやるって宣言して、その違う場所で何の前振りもなくやったら、それ変な感じになるじゃない。だからもう、ちゃんと M ステでってところを見せつけないとね。あとジェシーもやってないし。てか、ジェシーに関しては俺、その話題聞いたことないんだよ、ジェシーから。で、だからでも、これは一旦忘れてほしい。だから、これはやっちゃいましたやっちゃって、それだから、はい、悪かったですね、と。はい、ごめんね、と。はい、悪かったと。で、M ステでやりますと、ちゃんと。それ分かってる。で、分かってるから、それ次、ただね、これで分かってもらえたと思うの。うん。M ステいけるなって。あ、だから言っちゃえばもうリハーサルは済んだってわけだ。だいけるってもう分かったと思うから、だいぶ今期待値上がってると思うんだけど、M ステは必ずいけるので。だから音楽番組6人階段ド。で、いけるってもう分かったでしょ？いけるいける。で、この成功過程にちょっと俺たちは来週土曜ポーズを絶対に忘れないと。俺たちはってことだから、もうジェシーと二人でやるってことだよね。そうそうそう。今だからコーチもだね、今聞いて。いや、いい、やだ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 。だ無理、無理、無理。俺たち、誓います。田中樹、ジェシー、そしてコーチの三人は、必ずドポーズをやります、来週の M ステで。絶対俺忘れるって。俺たちは、もうハッシュタグ、ドンフォゲです。ありますか？ドは土曜日のドね、ドンフォゲ。ミュージックステーションで完結します。いよいよ完結します、このストーリー。もう終わらせましょう。三人で終わらせます。巻き込まれてるよ。活目せよと真のドンフォゲ。三人で変だよこれ。三人でこの物語完結させますので、来週皆さん絶対お見逃しなく。やだよ。今夜も生放送ということで、ラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ソーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組では X アカウントもあります。アカウントは、@stonesannsat、放送中ハッシュタグ、stonesann をつけてたくさんポストしてください。お時間までメールなんですけど。おいよ。ラジオネームナーモさんからです。コーチへ、ん？ドポーズについてはマジでリスナー怖いから舐めちゃダメだよ。今すぐ逃げて。いやもうコーチもやるって。もうね、ね、皆さん聞いてください。コーチも一緒にやります。やらん。いやもうリスナーの皆さん、ななんだよ、怖え怖えって言われた後のおめえの圧も怖えよ。なんかでお前さ、まあ忘れた忘れたでいいかぐらいの気持ちあるだろ今。なんか正直ね、ちょっとヘラヘラしちゃってるじゃん。マジでキレてくるから。一時間半、ほぼこれで攻められるからね。マジで。そんな、だからもう、ジェシーがそういう体になっちゃったんだもんね。俺とジェシーはほぼ半泣きで謝ってたから。ほぼ半泣き。マジで。それはやばいな。大人の男性がほぼ半泣きで謝ってた。深夜に。もう、やりますから、次はって言ってたから。マジで舐めない方がいい。これに、ドポーズに関しての。これ何？ドポーズっていうのは誰？ピースして、あの指一本で、土曜、土曜日のド。誰が考えたの？これ俺が、しかも俺が考えたの。お前が考えてんかい。お前が考えたお前やれよ。紅白の時に、まあなんかそういうのあったら、なんかいいよね、リスナーとのつながりも感じられるし。ああ、だから俺らだけの合図だよ、みたいなね。ドポーズやりますと。言って、見事に忘れましたと。で、気づいたら俺はあの時、20の前で、一心不乱に縄跳びダンスをしてた。で、ごめんなさいと、したわけよ。で、次の M ステで、気づいたら、ジェシーは違う方から出てて。あ、出てたね。俺ドポーズ忘れるっていう事態が起こっちゃったわけよ。オッケー、じゃあ、とりあえず、ピースに。で、を横にして、人差し指でドポーズです。これです。これでドポーズ。これ、ジェシーと僕とコーチでやりますから。まして巻き込まれてるわ。続いて、ラジオネーム、枝豆さんからです。はい、そっか。うちらが田中を追い込んじゃったんだね。お。ごめんね。そんな体にしてごめん。うん。責任を持って、うちらもしっかり、M ステ見届けるから。田中も。ジェシーもコーチも。お前、当たり前に入ってんじゃねえか。なんでだよ。
本当、いや、でも本当に、あの、枝豆、本当、あの、さっきみんなのせいみたいにしたけど、本当に、リスナーのせいというか、本当に俺が忘れてたとこもあるし、まあ、ジェシーもね、忘れてたし、M ステもそうだし、忘れてたから、ジェシーとジュリに関して本当に俺らが悪いから、本当に3人で頑張るわ。なんでいや、ジェシーとジュリは何年越しなのかもしれないけどさ。リスナーのせいにして悪かったけど、本当に今回は本当に3人で必ず成功するから。当たり前に。な、こっち。な、おかしいって。な、こっち。だ、最初からのフル株だったらいいよ。なんで途中からさ、これ参加しなきゃいけないのよ。いや、でも、もう、じゃあ、まあ、じゃあ、まあ、まあでも確かに忘れたのは俺とジェシーっていうね、ところがあるから。だから、うん、俺は声掛けするよ、ちゃんと。いや、言ったら。だから本当に三人でトポズやります。こっち皆さん来週ちゃんと三人でやります。田中京本ファッション対決速報で、まあ、前回のラジオまでのポイントは、京本マイナス5ポイント田中ゼロポイントで、マイナス 5？ はい、本当それ多分田中樹が勝ちます。本当に、はいはい、で、まあ、ちゃんとデニムも履いて、はい、でもこれが一番今日ポイント高いよ。見てください。京本大河史上こんなことあるから。革靴、厚底の革靴。やっぱちょっとしんどさまだあるんだけど。だよね、足痛くなるし。無理してでもやっぱ今日これを履いて、そうね、ゼロポイントに戻れればいいな。ラジオネーム、おうちかえるさんからです。田中はラジオの日はセットアップしか来ちゃいけないって契約でもしてんの？お、いいとこついてきた。契約はしてないですよ。そんなんしてないけども、やっぱ、ね、俺はおしゃれの知識がない分、それがガチってなっちゃってるとこはある。正直ね。あと夏はどうしても、ジーンズ T シャツになっちゃう。めっちゃ喋るね。めっちゃ喋るね、君。って思わない？言葉数増えちゃってるよ。じゃあ、5秒以内にテーマ言えたらセーフにする。え、だから、もう、セットアップさ。あー、に弱い、に、それダメだよね。どう思う？セットアップは。でも、なんかに例えければ、まだワンチャン救済があったってことだね。めっちゃ喋ってるよ、君。もう、マイナス2だよ、それは。ストーンズの、オールナイトニッポン、サタデースペシャル。言葉数が増えたらマイナス2。いや、もう、お願い。なんとかしよう。どうか。どうかマイナス2。いや、キッション。情けない声出してたな。情かったな。情けなかったな、今だったら。メール読みますね。ラジオネーム、ミートカーソルは広めさんからです。おい、コーチ。はい。バナナって、わざわざ甘くなるタイミングで、シュガースポットっていうシグナルを出してくるの。バナナって不思議だろ？いやー、変、ね、変というかさ、納得できないというか、意味がわからないことが多くない？やっぱそう思うと。人間に合図を送ってくれるもんね。そう。で、食べていいよって。言ってきてんだよ、俺らに。だってさ、あれをさ、じゃあ例えばあれをよく食べるイメージであるさ、うん、猿とか、ゴリラとか食べるイメージあるでしょ、はいはいはい、あれよ。でもそれ、あ、いいなと思って行かないでしょ、多分、頃合いとか。まあ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 、確かに、ね。そう、人間なんだよ。人間に向けてんの。わかりやすいよ。人間に向けたシグナル。怖い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 。なんか俺、なんか、すごい脳の中で直接喋りかけられてる。やばいやばいやばい。いや、あれやっぱね、あると思うよ、俺は。バナナはね。だからそう思ったことないけどな、俺は。ラジオネーム、恐竜メガネさんからです。バナナは取っ手があって食べやすいとのことですが、5本で6000円の高級なバナナは、もはや皮ごと食べられるらしいです。しかも、アンチエイジング効果まであるそうです。やばすぎます。お前さ、5本で6000円、やばくない？ 5 本で6000円のな、高級なバナナ。お前、皮ごといけない。ま、あれさ、お前、あんな持ちやすいだろ？強いて言うなら、まあ、むくて、まあ、あんな簡単なことないけど、うん、まあ、4回やるよねっていうぐらいじゃん。なしでいけんの。やばいな。あの、もうスティックでしょ？いや、こう、そうあれ、あれ、あの、オフサイになってるやつあるだろ？あれ、そのままもういけんの。めちゃくちゃ食べやすいんだよ。皮食べれるって食べたことないわ。いや、だそういうバナナも、しかもアンチエイジング効果まであんだよ。すげえな、バナナって。やばいよ、多分これね。未知なる食べ物だ。だから、どんどん、お前らバナナ好きなのねから、なんかどんどん進化したバナナまでこう、できてきちゃってんだよ。だからもう最終的にはもう。だいぶもう、これはね、ありますね。これは。バナナありますね、これ。最終的に手使わないで食えるかもしれない。イメージしたら味してくるみたいな。そうそうそう。続いてラジオネーム、シベリアンバスチーさんからです。ういちょっと待って、これ。何よ。これやばいメール来たぞ。何？田中さん、驚かないで聞いてください。うん、人間とバナナの DNA は、
50% 同じです。どういうこと？どういうこと？これは宇宙人が、これ以上はやめておきましょう。怖え。だから、その DNA っていうのを調べたら、50% 同じ類似点があるってことよ。怖え。めっちゃだから、これあるぞ、お前。これは怖い。だって、お前、あの果物の、あの見た目だよ、うん。あれと人間の DNA が、待って、俺たちは、バナナ俺たちはバナナってことが。いや、だから、あんだけ体にも優しいし。そう。だから、食べやすくなってんだよ。人間。なんか食べやすいんだよ。多分なんか DNA が一緒とかはね。俺わかんないよ。うん、で、多分、俺らとバナナって多分ね、もともと一つだったね。何それは意味がわからない。もともと俺らバナナ一つだった。うん。ただその、歴史がこう、どんどん進んでいって。歴史好きだな。で、この、進化の中でこう、二つに分かれたんだけど。意味わかんねえな。ちょっと分かれて、バナナと人間になったんだけど、もともとは俺ら一つなのよ。意味わからん、もうそれは。いや、なんて言うんだろうな。こう、バナナ。いや、分かんだ。言ってることは分かるよ。バナナと、これ人間だよ。人間な。もともとはこうなんだよ。一つなの。で、こう、進化するときに途中でバナナと人間になったんだよ。その過程どこにあんのよ、もう。違う。で、何かきっかけこう分かれたんだけども。だからもう半分こうってこと？ 50% ずつ一緒になって、進化の過程で 50% 違くなったんだけど、もともと俺らとバランって一つなんだよ。お前疲れてるぞ、いや、これマジであるな。だって、これは何？おかしくない？嘘でしょ、さすがに。お前、これはマジだと思うよ。いや、お前目をそらすな。逃げるんだよ。向き合え、ちゃんと。これとこの事実と。バナナとな、バナナ、まず、俺が言ったバナナおかしいと。うん、食べやすい。いや、でもそれはちょっと俺はもう不思議だなと思ってたよ。だろで、DNA が 50% 同じなんだよ。まあ、これから目をそらすな。じゃ、ワンチャン人間もフサみたいに繋がってた可能性ある。違くて、人間。違うんだ、それは。それは違うんだ。人間とバナナ一つだったの。あれ、一つだったってことだね。じゃ、人間がバナナに似てるってことじゃなくて、一つだったね、俺のわからんて。一つの塊だった。いや、これちょっと詳しい人にね、メールもらおう。ちょっと DNA の件とかもちょっと知りたいな。専門家にちょっと。なんか、こうこうこうですよ、みたいな、何か細かい情報があったら。マジで情報欲しい。ちょっと DNA まで俺、今、初めて聞いた。いや、もうここまで言ったらもう怖いもん、ちょっと。ちょっと知りたい。解明しておきたい。知りたい、知りたい。続いてラジオネーム、チョコミントアイスさんからです。初メールです。トーキングロックフェス2024、1日目に参戦したものなんですが、スペシャルアクト、ストーンズさんやってくれましたね。おー、ありがとうございます。キューソとフォーリミに挟まれて、完全アウェイ感満載なのに、それに負けないくらいの激アツで圧巻のパフォーマンス。拳突き上げて、クラップして、ジャンプしまくって、ゴングでヘドバンして、めちゃめちゃ楽しかったです。最高な景色をありがとうございました。フェスに出た時の感想や裏側とかありましたら、ぜひお聞きしたいです。すごい。本当にお疲れ様でした。なんか、めちゃめちゃ嬉しいメール。見てくれよ。バナナと人間が一つだった話から生きづらいって。めちゃめちゃいいよ。めっちゃ楽しかったよ。で、めっちゃ話したい。ただ、俺ら直前までバナナと人間が一つだった話をしちゃってた。いや、こういうメールがいっぱい欲しい。この人さ、チョコミントアイスさんとかは、このラジオも、あんまり聞いてなかった人なのかな？あれ、もしかしたらリスナーだったかもしれない、ね。なんとなく聞いてて。そう。で、どっちかというと、ロックフェスとかロックのファンの人だったのかな？まあ、じゃあ話しましょう、やっぱね。せっかく、出させていただきましたし、12時代の話だったらちょっと話させて。まあ、まずどうだった？いや、めっちゃ楽しかった。やばい。まずそれだね。なんかね、まあ、形式としましては、その、横浜アリーナで行われたトーキングロックフェスというものに、はい、僕たち何度かね、トーキングロックさんに、雑誌に、音楽、リリースする旅とか、ライブの旅にインタビューしていただいてまして、はいはいはい、そこからのつながりで、ぜひというお声掛けをいただいたので、俺らもね、フェスはどんどん出ていきたいっていうのは、口々に言ってましたから、ぜひじゃあ僕たちよければということで、出させていただいて、お邪魔させていただいて。編集長さんがね、優しくてね、本当に。で、まあ、スペシャルアクトという形で、はい、その、まあ、だから僕たちは完全出て、照明当たってストーンズですというまでストーンズと分からない状況で、お邪魔させていただいた状況だったんですけども、まあ、それが今日の昼過ぎぐらいだよね。にやらせていただいたんで、もう、激アツだったね。いや、激アツ。最初3曲ぐらいやってからちょっと喋るって感じだったんだけど。2、3分だけ MC 自己紹介するみたいな、ね。そうしようね。だけど、なんかそこら辺まで大丈夫かなっていう不安がちょっとあったんだけど、もう出てった瞬間からフェス慣れしてるお客さんたちだったからね、もう助けてもらったね。そう、助けてもらった。なんかね、感覚的に俺らが盛り上げてやるぞとか、
どんなもんじゃい俺らっていうよりは、まあ俺らそういう気持ちもちろん言ったよ、うん、けどどっちかというと、あ、君たちそのなんとなく知ってるよ、これがフェスだから楽しんでってよみたいな、そう、楽しんで歌っていきなよみたいな、その温かさをすごく感じて、あのなんか客席から尖りも何にもなかったよね。もうね、出てってさ、言ったらさ、あの俺らアイドルなわけじゃない、うん、だからなんか下手したらヤジが飛んでもおかしくないぐらいの感覚の気持ちだったの俺らはね。でも俺らの音楽でそういう人がいても黙らしてやろうぜみたいな気持ちで行ったんだけど、もうそんなんじゃない、おーなんか、ね、みたいな、よく来てくれたねみたいなテンションで1曲目から迎えてくれて、1曲目こっからを歌ったんですけど、そうそうそう、で迎え入れてくれまして、そっからもうだから俺らもまアウェイだから、アウェイという感じじゃなかったんだよ、感覚的に。だからもうさ、あったかすぎて会場が。そう、だからなんか完璧にペース配分間違えたんだよね。やばかったね。もうなんかもう全員もう、あの、キョモってね、めったに汗かかないんだけど、あのキョモが2曲終わったぐらいでもう汗垂れてる。ダラダラだったね。会場の熱気、まあそのね、前にいろんなアーティストの方々もパフォーマンスしてて、そこで温まりきった会場っていうのもあるし、そうそうそう。その僕たちの後に控えてらっしゃったアーティストの方々に、込めたその期待の熱みたいなのももちろんあって、うん、その会場のボルテージがすごくて、いやすごかったなマジでな。それこそ Whip That ってね、ストーンズの楽曲あって、うん、ジェシーの真似をしてこう俺らが踊るっていうところがあったりとかするんだけど、うん、まあコアファンはやってくれるのはわかるじゃん、うん、ストーンズ。でも新規のそれこそ、まあ、初見であろう人たちね、初見でロックのファンの人たちが同じ手の動きしてくれたりとか、真似してくれたりとか、俺がね、そうそうそう、感動しちゃったのは、まあ構成で言うと、まあこっから暴れろ、そしてバンバンバンギン、バンバンバンギンやって師匠 MC やってマスカラだね。で、そう、マスカラで、人、うん、で、最新シングルのゴング、SIX 行って、アウトレイジアス、ウィップザットで、アンセムで締める。そうね。セットリストだったんですけど、その、最後のアンセムでね、いわゆるその、ロックのフェスとかでよく見る、リフトっていうのかな、あれは。あの、肩車だね。そう、肩車して。お客さん肩車して、こう、お客さんのさ、中から、大体みんな同じ頭の高さの中から、こう、一人分、こう、上に出る。そう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 。たりするじゃん、フェスって。あれを最後のアンセムの、一番最後の、おーで拳上げるところでやってくれた人いて、めっちゃ叫んで俺らに向かって拳上げて歌ってる人いて、しかもなんかバカにしてる感じとかじゃなくて、じゃなくてその本気でお前ら熱いよみたいな感じで来てくれて、俺もうあの人と飲み行きたい。いやでもね、本当俺らが言うのもなんだけど、あの人めっちゃかっこよかったよね。なんか俺らより目立ってた。目立って、そう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 、俺らより目立ってたし、あとなんかそのさ、ステージの構成的にこう真横のさ2階席というか上の席ってさ、あ、そうね、スタンドのところね、真横だから見づらかったりするじゃない、うん、位置的には。でまあそっちの人も盛り上げなきゃいけないなと思って、俺こっからの最後の方でパッて見たのよ、うん、そしたらもう俺らが盛り上げる必要なんてないぐらい盛り上がってくれてて、そう、うん、ですごくなんか助けられたし、うん、あと俺が一番メンバーに対してたまらない部分があったのね。こっから1曲目だよ、1曲目だよの、サビで、1,2,3,4 順番通り行ってないだけで予定通りって場所が、俺ら振り付けがあるわけよ。ちょっと手振りが ね、あるね。それを本来踊るわけよ、うん。で、こっからは1曲目だからちゃんと踊ろうよって話でやったんだけど、俺テンション上がっちゃったね。一番右端にいたんだけど、踊んないでジャンプしてお客さんと一緒に盛り上がっちゃったの。うん、で、あ、みんな踊ってるよなと思って、パッて見たら全員ジャンプしてた。こいつら5人。あのね、もう振りながらどうでもよかった。あの、楽しすぎて。全員同じ温度感になって、そうそうそう、何の打ち合わせもなしで、別に多分みんなメンバーを見てたわけじゃないのに、うん、勝手にみんなそうなってて。だからね、自分たちでお客さんを取り込もうっていうよりかはね、お客さんに取り込まれた。うん、あの瞬間は。助けられたし、もうすごく楽しかったし、やっぱり。楽しかったね。で、まあ、あれでね、僕たちの音楽を好きになってくれる人とかが増えたらいいなという思いもありましたけど。そうそうそう、あと、あれも嬉しかったの、俺、違うバンドのタオル持ってんだけど、それ一緒に振り回してくれたりとか、そういうなんか、ロックの中のファミリー感にちょっと一瞬でもお邪魔できたっていうところはね。一人ずつ自己紹介で名前言うときも、一人ずつ名前言ってくれたら、おーね、声出してくれたね。盛り上がってくださって。そうそうそう。あれ、やっぱまあ、スペシャルアクトでね、こう、シークレットだったから、なかなかこう見たいっていう人に見せられなかった景色でもあるんだけど、あれは、だからこそ出た温度感でもあるのかなとも思いつつ、まあこれからね、そう、見たい、フェスを見たいって言ってくれてるファンの人とかのための、機会だって思ってほしくて、うん。
ここからどんどん出ていくためのまず実績の一つとして、うん、大事な時間だったし、だったね、なんかあれを通してまたね、もっとフェスに出たい欲っていうのもね、俺らも出ちゃったしね。みんなさ、衣装すぐ脱ぐしさ、お前ら。いやいや、脱いでたね。せっかく衣装さんが用意してくれたのに全員衣装ぶん投げて衣装脱ぐしさ、うん、俺がねセンターでラップしてんのよ。ラップしてんのにね。で、真ん中にね、一応水分補給用で水置いといた。俺ラップしてんのにこいつは真ん中に水取りてんの。俺の前に。俺がね、唯一無理のスタイルとかやってんのにこいつは前に普通に水、もう脳が乾いてカラカラすぎて取りに行くんだよ、こいつら。本当にみんな体力配分間違えて、ね、全力出し切ったっていう。ライブ感というか、フェス感というか生々しさがすごく出てて。よかったね。なんかまあ、見てくれてる人も楽しんでいただけたんじゃないかなと、あとまあお邪魔させていただいたね、本当に感謝です。ですけども、温かく迎えてくださったので感謝ももちろんありますし、これからもやっぱどんどん出ていきたいなっていう思いがやっぱ増えましたので、これは、青ソニーに今そこにいるので、うん、いますけども、本当にどんどんフェスを、そうだね、フェスを決めてくれと。だからもう、うん、俺らはいろんな土俵で勝負したいよっていうところは、そうそう、しこのソンゾー一緒に愛せる人をどんどん増やしたいし、そうそうそう、増やしていきたいね。愛してくれてる人にこう会える機会を増やすためにもね、うん、俺らもね経験したいしね、そういうちょっと場が違うところがね、だからね、うん、いけるやつ全部行こう、ね、行こう、丸してるから、丸してくれて、うん、やってくれるか、青ソニーは丸したらやってくれるか、もう全国のフェス皆さんチェックしておいてください、うん、どっかに現れるかもしれないからね。でね、まあでフェス、まあそう、フェスのお話がまあこんな感じですけども、うん、でフェス終わった後その足でそのまま幕張に移動したわけ。いやいや、俺らはね、ああで、幕張でさっきまでザ・ミュージックデーに出てて。お前、あれかっこよかったな。ちょっとその話先させていただいていい？え？俺ら6人でパフォーマンスしたんだけど、その前にちょっと1時間ぐらい早めに。8時ぐらいにな。はい。エミネムさせていただきました。エミネムさせて、まあ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 、確かにね。まあ、その、ラップのスペシャルコラボレーションみたいなのがあって、3代目 JSOUL BROTHERS のエリーさん、そして BE:FIRST のリョウキさんと僕で、エミネムの Lose Yourself を出していただきました。あれはかっこよかったね。あのね、まあ僕の音楽のルーツでもある、そのエミネム、8マイルの Lose Yourself だったから、まあ、めっちゃ緊張したわけ、俺マジで。でね、まあ、今日、当日の、そのリハーサルには俺はフェスがあってから参加できなくて。で、一昨日ぐらいにちょっとだけリハーサルできたわけ。してたね。で、そこでやった時は、2回音でやるみたいな。2回とも、一言もラップできなかったのね。しっかりしてくれよ、そこは。snap back to reality の後は一つも言えなかったわけですよ。何も言えない数十秒間を2回過ごしたんだよ、一昨日ぐらい。リハーサル終了。して、うん、うわ、やばいと、うん。もうリハで緊張してたの。なぜならまあ、その、エリーさん、リョウキさんもいたし。まあ、しかもシンプルにフローが難しいしね。難しい、すっごい難しいし、うん、あとやっぱその、エミネム好きだとか、うん、あとやっぱレジェンドのエミネムのね、曲をやらせてもらえるってプレッシャーもあった、うん。プレッシャーね。で、いざ今日始まって。で、うん、これできないかもしれないと、うん、歌詞をミスるかもしれないって楽屋で散々言ってもう、できないかもしれないけど、このヒップホップの愛だけ伝えてくるわ、うん、バイブスだけ伝えてくるわって言って行ったんですけど、一瞬だけ歌詞が危なくなりかけたの。おうおうおう。でももう勢いで行けと思って、熱量で行ったら、うん、間違いなかった。いやいやいや、今だから言うけど、お前マジ楽屋でうるさかったからね。どんだけお前歌うんだよ。あれは許しちゃうし、隣にね。だからまだ緊張してるんだなっていう。スノーマンとタイムレスとか楽屋がね、隣同士なのに俺ずっと大声で、スナップバックリアルリーって大声でずっとやってた。でも俺らからしたらもうそんなやんなくてもいけるだろうって思ってたから。緊張してんなって。それは伝わってきたよ。だからこそみんなでね、俺ら知らないと思うけど、全員でモニター見に行ってたからね、もう。いや、ね、そのマネージャーがね、楽屋のモニターで、こんなパフォーマンスでしたよって携帯で動画撮って送ってくれるわけ。それを見たらさ、お前らが、うえーって言ってるさ、動画に入ってるわけよ。俺涙出そうなった。いや、あれはかっこよかったよ。で、そう、一応ね、その、スタイルも俺全私服で出たんだけど。あ、そうだね。ほんと、まくりメッセに入ったそのままの服でステージ出たんだけど、僕はちょっとスーパーボールのハーフタイムショーのエミネムを意識した。いや、そうだよね。だからそう、予想今っぽい。そう、ね、最近のエミネムをちょっと、リスペクトを込めてやる。で、リュウクさんの方があれだったもんね。そう、昔のエミネムを意識してる。8マイル。そう、なんかその裏でね、結構、エリーさん、リョウキさんと話してる時も、リョウキさんも、それ絶対ハーフタイムショーっすよね。リョウキさん絶対残るのエミネムっすよね。だからエミネム好きがただ集まって会話するっていう。エリーさんが、言ってよ、みたいな。俺、エリーできちゃったよ。いや、エリーさんは真ん中で、いやいやまあね、エリーでいてください。それが俺らの安心なんです。まあまあ確かにね。で、そう、3人でうまくね、バランスも取って、なんかいずれ、
なんか俺も買ったことだけど、また一緒にラップできたらいいな。いやいや、でもね、ほんと聞いてたけど、声質とかも三者三様ですっげえかっこよかったから。なんかいつか、ね、一緒にラップ作ったり、ね、して曲出せたらいいな、なんていうね、夢も抱きましたよ、僕は。ああいうコラボはすごい三つかっこよかったなって思ったわ。っていうのもさせていただいて、で、そこからまあゴング。ゴングよ。させていただいて。なんかもうフェス終わりのゴングだったから、もう俺らリミッター取れてたもんね。そう、もうなんか完成し、もう完成してたもんね。そうそうそう、もう。それ、今日一発目のゴングでしなくて、フェスで出し切ったゴングを、そのまま持っていけばよかったから、そうそうそう。すごいやりやすかったよね。いい意味でブラッシュアップされて、洗練されてた。その感じもすごくゴングが出てたので、ね、まあそれがね、4月10日に出る最新アルバム、あ、じゃあ最新シングルですから、シングルはい。まあここに帰ってきてとの、両面ですけど、ゴングも披露できて、ストンドらしさも出てたんじゃないかと。そういう結構激動の今日一日でしたね。激動でしたね。そんで最終地点東京の有楽町ということで。ですよ。はい。コーチさんなんか。はい。じゃあ僕の近況トークということで。はいはい、まあお待たせしましたってことなんですけど。まあ、ついにこのお話がここにできるっていう。何？まあ、一年ぶりにあそこに行ってきました。何？さあ、ジュリさんに問題です。一年ぶり。ちょっと待って。どこですかね。まあ、ゴルフじゃないじゃん。ゴルフ最近行ってたもんね。はい。一年前ですね。一年前。はい。お待たせしてください。バイク、バイク。ツーリング。いやいやいや、そんなのしょっちゅう言ってる。いやいやいや、そんなのしょっちゅう言ってる。何？出ないか、うん。これです。胃カメラ検査でございます。お前もうその話はやめろ、お前。いやいや、マジで。嘘つくじゃん、お前。いや、本当に。大変だったんだよ。お前もやめろって。いや、もう俺はもう胃カメラ検査で。なんだっけ、こいつなんだっけ、ペットボトル。言うな、まあ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 。なんかもうやめろ。なんかマンホールだったんだよ。やめろって、なんか言って。マンホールぐらいの胃カメラ。なんかお前嘘つくじゃん、いやいや、まあ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 。胃カメラ検査大変だったんですよ。まだ去年ね、胃カメラ検査して、あ、はいはい、まあちょっと、次の日ロケがあったから、なんかちゃんと詳しい検査とかっていうよりかは、じゃあ1年後もう一回検査して様子見ましょうっていうところで終わったのよ。はいはいはい、はい。だから1年後経って、で、先月ですよ、ちょうど、うん。予約しまして行ってこようって、うん。先月行ったの？そうですね。でも前日、ロケだったんですよ、俺、地方ロケで。うん、地方ロケで、ご飯とか食べるじゃん、地方ロケってやっぱり。ああ、まあ、あるよね。だけど、もうディレクターさんとかに行って、すいません、ちょっと明日、こういう検査があるんで。21時以降ダメみたいな、そんな感じだったよね。そういう感じなんですよ。うん、でも、今回はですね、なんと、胃カメラ、プラスアルファ、大腸検査もやってきました。なんでですね。いや、でもお前、嘘つくだけじゃんなって。いや嘘つく要素増えただけじゃん、もう。本当にびっくりしちゃったよね。何よ、びっくりすることないの。その二つやるから、もう、だから、胃カメラは9時前までだったら食べれるのよ。あ、そうだよね。うん。もう大腸はもう前日から食事規制。あ、もうその前日何も食っちゃいけないんだ。いや、何も食っちゃいけないわけじゃないんだけど、そういうなんか、なんて言うんだろう、海鮮。海鮮じゃねえよ。なんだ、海藻類か。海藻類とか、納豆とか、ちょっとお肉、脂っこいものとかは、消化に、そう、消化できないから、そういうものは食べないでくださいっていう。ほうほうほう。だからもう、できれば分かりやすいよ。白米だったりとか、お豆腐とか。うん、消化しやすいものだね。消化しやすいものを食べてから来てくださいって言われたんだけど、うん、まあ前日ロケで、まあ、美味しいお肉とかいっぱいあったんだけど。だよね。しかもまあなんか、食べたくなるしね。そうだからディレクターさんにごめんなさいっつって、まあ、ちょこっと食べた感じとか食べたるっていうところも、うんうん、一口だけいただいて、そうそうそう。食レポするみたいな、ね。そう、うん、そういう感じでやらせてもらったんだけど、まあ当日ですよ。あ、その検査の、まあ、そう、検査当日、うん。もうだから9時以降からもう何にも食べちゃダメで、水しか飲んじゃダメって言われて。うん、まあ空腹だからさ、うん、寝れないわけよ。ああ、腹減ったってなって。マジでわかるよ。そう。ああ、あれきついな。そう。で、もうさ、うわ、やばーって思いながら、ちょっともうロケで疲れてさ、うん、ベッド入って腹減って何も食えねえってなって。うん、で、そのまま朝9時ですよ。うん。したらもうほぼオールよ、寝れないから。そうか、まあ。そう。で、辛いじゃん。まあ、ロケの疲れもあって、なおさらきついよな、体も。そう。そんで、まあ、当日9時ぐらいかな。うん、病院入って。うん、したら、小石さん、じゃあこちらですって言われて、うん。で、どこ連れてかれんのかなと思ったら、大腸検査やるのって、個室を予約する、したのよ、俺。ああ、はいはい。で、なんか結構時間かかるみたいで、うん、で、あ、わかりました、つって。そしたら、看護師さんが次に入ってきたのが、じゃあ、これ飲み切ってください、みたいに言われて、持ってきたのが、2リットルぐらいの、水を。2リットル ?2 リットルよ。それ、マジで？いや、マジマジ。いや、じゃあ、確かに、俺嘘つきって言われてるから、そっか、うん。2リットルはガチ。あ、まあ、でも、そんぐらいあった。ガチ。え、でも、こんぐらいでかいやつ。いや、もう写真見せる。マジで。あ、ちょっとそれは見せてよ。そう、うん。それは見せるわ。え、2リットル、ちょっと待って、一回。何？ 2 リットルは
2リットルはガチ。ああ、じゃあ2リットルもガチ。ごめんごめん。日本語って難しいね。あ、間違えちゃった、ね。あ、間違えちゃったね。結構な量がある。で、2リットル、2リットル。そうそうそう。それ、水なのただ。いや、もうね、これ、2リットル。あ、ガチででかいね。2リットルでしょ。うん、2リットルぐらいあるわ。で、これを、コップ1杯、うん、あ、コップ2杯か、うん。飲んで、で、30分休ませるっていうのでやってんだけど。それで、また飲むと。そう。で、これが、もう、普通のお水っていうより、スポーツドリンクに、ちょっと塩足したみたいな、うん、めっちゃしょっぱいのよ、味が。あー、なるほどね。ちょっと味があるわけ、味があるわけだ。しかも俺さ、前日からもう何にも、ほぼ何にも食べないで行ってるから、もう舌が敏感になっちゃって、それ飲むたんびに喉乾くのよ。あー、なるほど、ね。で、30分に1回この2杯飲んでくださいって言われるの。で、2杯飲むじゃん。で、30分くらい休憩してるじゃん。その間何も飲んじゃいけないのと思うじゃん。したらさ、もう飲むどころじゃない。もう急にお腹痛くなるの。ほう。お腹痛いってなって、もうトイレに走るのよ。うん。で、腸の中をきれいに出すお水だから、うん。で、全部トイレ行くのよ。うん。で、もう一回30分休憩するじゃん。うん、で、もう一回飲むじゃん、30分後、うん。もうトイレのシャトルラン。本当に。トイレとお水のシャトルラン。あの、こう、本当に。飲んで、トイレ行って帰ってきて、飲んで、トイレ行って。そう、帰ってきて。もう、うん、もうほぼパンツなんか履かなくて。もう、常にもう。あ、でも、そうするものだもんな、出すものだから。そう、出すものだから。そうしたらもう本当、シャトルランの音楽聞こえてきてもんね、あれ。てーんてーん。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 スタートしましたって。最後もうやっぱ早いの。いや、そう、だからもうほんと、60回目ぐらいからもう疲れてくるんだやっぱり。全然、はぁはぁ。あ、でもそんな感じなんだ。そう。だからもう、大変で。で、9時ぐらいにスタートしたね。それが終わったのが、何時 ?12 時半とか。え?だから、3時間ぐらいの?だから、そんぐらい2時間半とか3時間ぐらいかけてやって、終わりかなと思って、看護師さん呼んだら、これさ、もうちょっと飲んでもらえますかみたいな。ほう。なんか、規定量より飲まなきゃいけなくて。うん。で、じゃあ飲みますっつって飲んで。もう辛いの、やっぱりしょっぱいから。うん、まあまあ、そうだよな。そうそう。で、もうお水も飲みながら、うん、水とその、なんていうの、そのしょっぱいやつ飲みながらでやってて。そんで飲み終わったの。そしたら、あ、こうさ、いい感じに飲み終わりましたねって。じゃあ、ちょっと待ってくださいって言われて。もう、ほんと。お腹空っぽの状態。ああ、もう全部、ね。で、個室だったからテレビ見ながらだったんだけどさ、朝ブランチ見てたはずなんだけど、もうブランチも終わってんの。もう、どんだけ、そうそう、どんだけ俺病院にいるんだっていう話で。で、そしたら、看護師さん入ってきて、あ、検査できんのかなと思ったら、ちょっと緊急な方とかもいて、ちょっと個室さん今日時間大丈夫ですかみたいな言われて、ああ、今日別にもう1日オフもらってるんで大丈夫ですよ、つったら、うん。そしたらちょっと検査ちょっと送らせてくださいって言って、ああ、わかりました、つって。で、もう一回見てたらさ、テレビ見てたらさ、もう次のワイドショー始まって3時ぐらいの。俺朝9時に病院入ったよなと思って。まだかな、まだかな、みたいな。まだ何にも食べてないから、お腹空いたなって思いながら、何回かドア外出て、まだかなって思って。で、もうさすがにもう気持ち悪くなっちゃって、もうずっと食べてないし、そろそろですかって外に看護師さんに行ったの。そしたら、あ、ちょうど講師さん飽きましたんで検査しましょうって言われて、できますって、お待たせしました、つって。そしたらもう、いつも通りのあれよ。もう全身麻酔よ。あ、全身麻酔、正気麻酔っていうのかな。うん、やるのよ、もう。寝るから、うんうん。もう全身寝てる状態で胃の検査もするし、うん、腸の検査もしようってことだったの。で、じゃあ、コシさん、じゃあ、注射入れてきますねって言われて、注射入れてきて、意識朦朧としたの、うん。で、なんか半分寝てる状態で半分起きてる状態みたいな、うん、なんかちょっとふわふわしてくるの、やっぱり酔っ払ってる状態じゃないけど。はいはいはい、ただ、コシさん大丈夫ですかみたいな感じで、ね、あ、はい、大丈夫です、みたいな、うん、朦朧としてる状態に、じゃあ、口開けてくださいって言われて、口開けて、じゃあもうマンホールよ。マジで。マジで。うん、本当に。そのサイズ。本当に。ちゃんと聞いてたのに、ね、今。マンホールサイズのものが、口に突っ込まれて。何マンホールサイズのいいカメラが?はい。あの輪っか。ペットボトルのキャップぐらいって思うじゃん。うん、マジで口、クソ開けたから。でっかいものを突っ込まれて。どんぐらいのサイズなの?だからマンホール立つね。俺だって、見えたもん、普通に。びっくりした。それで一瞬麻酔冷めるかと思ったの、本当に。それ入れんのってなったら。それ、口入んないよって思いながら。だから、今日な、マジ。いや、もういいって。ほんで。嘘つかないで。ほんで、うん、で、もう強引に入れられてさ。マンホール。マンホール、口に入れられてさ。もういいってお前、マジで。あ、やばいわと思ったら、もう本当に。次なんだよ、消防車のホースあるじゃん。ああ、わかるよ。それぐらいのホースみたいな大きいのが次、大腸よ。
マジで。本当に。もういいこんなの、大腸入らないって思って。うん、そのぐらいなんか大きいなんか、だからもう、あ、もうだからもうお医者さんも、あ、これ入んないなっていうぐらい。絶対無理だろ、もう。嘘じゃん、だって。もう貫通しちゃうぐらい。本当に。口から出てくる。そう、だからもう、大腸から入れてんのに、マンホールぐらい口開けてるから、もう出てきちゃう、口から。口はマンホール入れた直後だからね。もう、だから半分寝てんだけど、もう、ほんと、半分寝てるから、もう、確かではないよ。俺は寝てるから。だるいわ、お前マジで。ほんと、マジで。さなかではないんだけど。さなかではないんだけど、そんなの入んないよって思いながら、15分くらい経って検査終わす。嘘っす。危なかった、ほんと。もう。びっくりしたの、ほんとに。ちゃんと聞いてたのに、俺。俺、あんまさ、やったことないからさ、人間ドックとかも。いやいや、だから。ほんと、口マンホール、下からは消防車のホース。こんな経験したことなかったから、ね。俺、ちゃんと聞いてたのにさ、お前、今、俺は。いやいやいや、だから、でもね、まあ。もうマンホール。だから結局、水も8リットル飲んで、そういう。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。え俺、水8リットル飲んで頑張った最後は、まあ、検査マンホールとホースが。そうそう、まあ、ホースが入ってきて。嘘、もう、わけわかんない。嘘つくなよ。ソンズ日記、茨城県、ラジオネーム、ハートマトさん。今日は、ラーメン屋さんで、ラーメンのスープに浮いている、丸い油を、お箸でつついて全部つなげて、でっかい輪を作った。これ、結構簡単そうで、結構難しいんだよな。だから、一つ一つ丁寧に、丸い輪をつなげていった。こうやって、自分を笑顔にする努力は、決して惜しんではいけない。あ、結局何個丸い輪を作ったかは非公開とさせていただきます。非公開多いな。やっぱ公開するところとね、非公開するところは大事にしない。自分で自分を笑顔にする努力なんだ、それは。そうよ。あ、そう。結局あれって自己満の世界だから。やるよ、やったことあるよ、俺もちっちゃい時ね。うん。でもなんか、そんな自分を笑顔にするためにそんな黙々とやってるみたいな感覚はなかったけどね。やってみてください。日々努力してんだ、ね。やってください。スタンズ日記。ラジオネーム、てるてるポニーテール。明日は久しぶりのオフだ。さーて何しようかと考えてると、なすなかにしの中西さんから、明日空いてる？ご飯でもどう？という連絡が来た。その後すぐに、メンバーの慎太郎から、明日一緒にゴルフ行かない？というメッセージが届いた。さらに、兄貴からも、ちょっとだけど子供の面倒を見てほしいという連絡があった。どうしよう、みんな大切な人たちだから選べない。気がつくと、緑の窓口にいた。よし、一人で京都に行こう。今日も京都って日々笑顔。やばいな。ちょ、あったよね、お前。いや、俺もびっくりじゃん。もう、これ最後の一文見た瞬間に吹いちゃったよね、自分で。いや、お前なんかあったよね、前、そういえばなんか。はい、気づいたら京都行って、なんかお寺行って、なんか飯食ってたみたいな、あったよね、はい。お餅食べて帰ってきました。それでいろんな人から誘い受けて、テンパって気づいたら緑の物口で京都向かってたらやばいだろうですね。おもろ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、ということで。あ、ごめんね。なんか最後、8リットルとか言っちゃって。うん、でも正式に、医療のこととかもあるから、正式には5リットル。嘘です。ちょ、嘘つく。2リットルってやるだろ？なんでちょっとだけ減らすの？いやいやいや。なんでちょっと減らして、ちょっとだけ盛るの？5、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 
あ、まあでも、ちゃんと、検査結果的には特に問題なくて、うん、大丈夫ですっていうことだ。大丈夫だ、ね。はい。あ、よかったよかった。ボリトンマジだから。2だろ？お前もういって、俺見たんだよ、写真。じゃあメール読みますね。ラジオネーム、丸印さんからです。いい、マンホールの胃カメラに消化ホースの大腸カメラか。今年も夏が来たんだな。毎年だからな、これは。ちょうど ね、 うね、あの、梅雨が明けるとこの話が始まりますからね。この時期ですから。もうね、これ、本当にもう俺ね、お前の話もちゃんと聞かないことにしよう。いや、だからもう来年は。でもお前分かっただろ、うん、最初お前さ、その水を何リットル飲んだとか言った時も、うん、もうお前疑われちゃうじゃん。まあまあまあ、確かに、ね。マジの話も。うん。では、やめた方がいいよ、嘘つくの。では、来年は一緒に行こう。なんで病院に。で、なに、俺が証人になる。証人。だから、お前も絶対思うから。マンホール。マンホール入れられたわ。入ってきちゃって。いや、俺はその辺はやりしよ。ちゃんと、あの、検査受けた方がいいし、うん、健康のためにもね、うん、やった方がいいし、まあね、マンホールは体験した方がいい。マンホールは絶対ない。俺やったことないけど、わかるから。やった方がいい。
続いてラジオネームわらちもちさんからです。なあコーチ、2年連続マンホールはきついよ。せめて電柱とかタワーとかにしろよ。変えればいいって。なんでもらない。いやでもさ、もらないって毎年同じ検査受けてんだから変わるわけなくない。だからさ、去年もマンホールだったら今年もマンホールだろ。病院変えてねえんだよ。同じ病院でやってんの。マンホールが嘘じゃん。それ嘘ついてない人が言うやつだからさ、俺はマンホールだったの。嘘ついてない人の切り方してる。去年と同じ病院でやってんだから変わるわけないじゃん。じゃ全病院共通だの。マンホールぶち込んでくる病院ない。いやいやいや、マジ本当。ないから。まあ半分熱だからわかんねえんだよ。ずるいんだよな、これね。これずるいんだよ。だから。定かではないんだけどね。そう、定か。マスリちょっとふわふわしてたけど、定かではないんだけど、マンホールだったかなってやつね。これずるいんだよ、こいつ。なんか、去年も言ってたよね。あんま覚えてないんだけど、マンホールだったなんか言ってたんだよ、こいつ。ずるいんだよ、これ後付けしてきて。いや、でもほんとしょうがない。なんか定かではない。俺は事実を述べてる。事実、まあずるいけどな。続いてラジオネーム、ジュゲムさんからです。前日に何も食べずに胃カメラを受けてきたコーチさん、調べてみたら胃カメラの前日でも食べていいものがあるそうです、おかゆ、うどん、豆腐、あと何だと思います？あ、バナナです。いやー怖え。いや意味わかんなくない？いや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 、だってさ、いやだからでもさ、お前食べていいんだよ。いやだからこれは言っちゃえばさ、人間の半分だから食べていいんじゃない？ DNA 的に。だから。じゃだから、食べても、いかなる時もバナナは食べれるようにされてんのよ、もう。怖え怖え怖え。本来、いろんな食べ物をね、切り離さないといけないタイミングでも食べれるようになってんの。バナナ。こいつは最強フードなんだ。そう。で、筋トレしてる人とかも食べるでしょ、バナナ。食べるよ。怖くないの？足つらなくなるっていうからね、サッカーの時の子。バナナ？うん。おかしくない？やばいよ、だから。足つらなくなるっていうのかな？むくみにもいいっていうしね。バナナやべえ。やばいじゃん。マジであるよ、これ。いろんなバナナの情報が専門家来てよ。あ、なんかちょっと届いてますよ。何？ラジオネーム、心はプレパレート、プレパラートさんからです。バナナとは 50%DNA が同じでしたが、キャベツも人と 50% 同じだそうです。他にも、ネズミとは 99% だそうです。つまり我々は、ほぼネズミです。怖くない？どういうこと？え、99% 一緒ってことは、一つだったってこと？俺ら。一緒だって。いや、だから、1% しか違わないんだよ。だから、え、どうなんだろうね。じゃあ、俺ね、その、ネズミの 99%、いや、似すぎて一緒すぎるなとは思うよ。うん。キャベツと 50% めっちゃ怖くない？いや、だから俺思ったのは、キャベツも生えてくるじゃん。なんかキャベツもあんのかな。だから言っちゃえば生え方一緒じゃん。うん、真ん中にポコンってできるじゃん。うん、でパイナップルも真ん中ポコンってできるじゃん。これあるな。いや、前調べたらレタスもだぞ多分。あれも怪しいぞ。あいつも怪しいぞ。続いてラジオネーム奈々さんからです。お、バナナの DNA 情報調べました。ありがとうございます。人間も動物も植物もたった一つの細胞から生じたと言われていて、みんな同じような DNA が流れているらしく、バナナと人間以外にも猫と人間は 90% 同じらしいです。なんかこの情報萎えますよね、めっちゃ萎えた。萎えるね、なんか萎えるね、なんか、なんか知りたくなかったな。なんか命あるもの結局みんな一緒なんじゃないかみたいな。みんな一つは一緒なんだな、一つの細胞から生じてるから大体似てる部分はあるんだなって。そういうもんなんだ。そうだね、なんか、だからその別になんかそのバナナがどうこう、動物とか植物とか人間、なんかその辺は大体 DNA は何パーセント一緒ってことか。なんか一緒だから DNA に引っ張られなくてもいいんだね。そう、なんか萎えたね。なんか返してほしいかもしれない。めっちゃ1時間前の俺らがな、めっちゃ返してほしい。あれ、あれはなんか最初に送ってきた人とかになんか悪くないのにめっちゃ腹立ってる。腹立ってるわ。 50% 同じなんですよって言ってきて、人間50% も人間とバナナ一つだったんじゃね。一つで、年以下の家庭で、2位に分かれたんだよ。あの時間返してほしいな。なんかめっちゃ泣いた、ね。俺らの熱量ね。なんか、あの人は別に悪くはないんだけど、ね、もうちょいちょっと嫌だったら、情報薄かったんだね。なんか嫌いかもしれない。続いてラジオネーム、ヒトリングさんからです。バナナとパイナップルの話があったけど、サクランボってさ、可愛すぎじゃね？普
二つの実がくっついてるデザインとか、狙ってるとしか思えないよね。常にニコイチで活動してる。もうアイドルじゃん。これ、サクランボあるぞ。あるな。でね、確かに。これマジでちょっとね、言われてみれば、あれちょっとさすがに可愛すぎるか。だって、お前、ニコイチ、一個、二個で、トゥルンってくっついて、ちょっとさ、その、ミート身もくっついてるじゃん。で、あの丸ささ、おかしくないか、あれ。やばいな。しかも。で、よく考えて。いろんな色あるじゃん。ピンクなんだよ。あと俺気づいちゃった。何？サクランボにも取ってついてんだよ。モテるじゃん。モテんのよ。持ってさ、持って、一番上持った時に、こう、下がこう、丸いのがこう。いや、かわいすぎるか、これ。ああ、しかも、ワンチャンバナナより工程少なく食べれるぞ。ああ、待ってくれ待ってくれ、やばい。向かねえじゃん。向かないよ。種、ペッてやればいいだけだろ。そうだよ。これ、やべえ。桜んぼあるぞ。あるな、これは。あれー、あるな。かわいらしい中に旨味もある。なんか、これで引きつけとこみたいな。そうだね。ああ、ちょっとこれ、おかし、怪しい。やべえな、だから、サクランボもちょっと情報提供を求めないと。ちょっと、ああ、これワンチャンあるな。ただちょっと DNA 情報やめてな。DNA はめっちゃなえる。うん、なえるなえる。あれどっか繋がってっから、絶対。こう、90% 一緒ですよって言われるの。いや、まあまあ、だそうだね。そうだね。うん、だいたいそうだからってなって、急になえるから、それだけやめてほしいよな。いや、でもそっか、効果とかの効能とかで言うと、バナナが今勝ってるか、もしかしたら。まあ、その、栄養価。栄養価的に言ったら。どうなん言っちゃえば、サクランボの栄養価ってわかんないじゃん。まあ、しかもバナナ種ないっていうのもあるよな。確かに。あの、いや、入ってるけど食べれる種だからね。出さなくていいっていうのはあるじゃん。確かに、だから。ちょっと際どいけど、なんか、また違った。だからそう、ジャンル違いってことなんだな。そう、ジャンル違い。だからいろんなところに散りばめられてんだよな。いろんなジャンルカテゴリーで。ジャンル違いだったらもう全部フルーツジャンル違い。いやいや、でも、確かにパイナップルとバナナとサクランボだけちょっとおかしい。ああ、確かにサクランボ高いしね。ちょっとね、あ、超高い。高い。で防御力高すぎるし、食べやすすぎるし、ちょっと可愛すぎるじゃん。そうね。この三つだけちょっとおかしいよね。確かに。で、ちょっとこんだけ二つが歴史上一番高いのに、サクランボだけ高くな、歴史上一番高くないっていうのもちょっと変だよね。不思議だよな。こうなってくると。調べたら上がってるかもしんないけど。いやー、なんかちょっと俺はすごい違和感感じてきたけどな。いやー、だからもう。うん。ちょっとね、あとね、名前も可愛すぎる、さすがに。サクランボ。サクランボ。やばいね。これはちょっと可愛すぎるよ、ね。可愛いな。確かに、パイナップルは強いもんな、なんか。なんか、ちょっとあるじゃない。攻撃性がある。跳ねてるし。跳ねてる。バナナはちょっと収まりが良すぎる。のに、サクランボ。可愛い。可愛い。でも、サクランボだよ。ちょっと可愛い。でも、じゃ、何が可愛いって。んぼ？ぼだね。最後の。んぼの。んぼ。んの後のぼ。ぼ。そう。んぼって。だいたい可愛いじゃん。うんとぼって。これ、ちょっとあるね。可愛くて美味しくて食べやすい。桜も、桜もだいぶある気がするわ。じゃあ、コーナーいきますか。はい。はい、じゃあいつものコーナー参りましょう。We are Stones！僕たちストーンズが常に掲げている言葉 We are Stones。 僕たちだけでなく関わる人みんなでストーンズです。このコーナーでは我こそはストーンズだと自負したりしながら自分のイケてる日常を送ってきてもらっています。早速紹介していきましょう。はい、お願いします。まず最初のストーンズは、ラジオネームコッペピンポンパンさんからです。授業で自信を持って答えられる場合はライブの縦乗りで手を挙げる。 We are Stones！ 目立つね。いや、目立つね。こうやってね、ちょっとジャンプしちゃうぐらいの感じだよね。今日ね、フェスが帰りだからね、俺ら。もうその光景見慣れちゃってるからね。あれ目立つよ。あれは目立つ。絶対刺されるね、あれやったら、うん。テンション上がるわ。刺したくなるしね、先生側も多分。はいってみんな上げてたことで、こうやって上げてたら。自信満々なんだろうな。こうやってやってたら、だいぶ目立つと思うね。いや、あれはいいわ。さあ、続いて、ラジオネーム、ガエルガーゴイルさんです、うん。駅前でポケットティッシュを渡してくる人に、僕よりもティッシュを必要としている人がいるはずです。僕が必ず探し出してきますねと言って人混みへ駆け出していく。ウィアストーンズ。いいやつだな。いいやつなんだけど迷惑だし。でもそんなつもりで渡してないからね。そうね。まあ、言っちゃえばあれ広告だからね、後ろのね。し別にティッシュは君も使うから絶対いずれ無駄にはならないから。持っといていいから。優しいんだろうなきっと。はい、じゃ続いていきます。続いてのストーンズはラジオネームみくだりパンさんからです。二重顎をデュアル顎と呼ぶ。We are Stones！ かっこいいね。
こうなった途端急にかっこいいね。いいなぁ。かっこうなると急に、なんか二重顎ってさ、みんなさ嫌がったりする人多いじゃない。俺だいぶデュアルアゴだねって言ったらなんか強そうだね。あと人に言ってもなんかかっこいいよね。なんか悪く言われてる気はしないかも。デュアル最近デュアルアゴになってきてない？結構デュアルアゴ来てるね。言われたらあそうってなるよね。かっこいいわ。じゃあ続いてお願いします。はい、続いてラジオネームミッドナイト大乱闘さんからです、はい、検索履歴をマイサーチストーリーと呼ぶ。We are stories。 違う気がするけどな。なんかマイサーチストーリーはちょっと違う気がする。いや、まあ、違くはないのか。まあだからかっこよく言ってるよね。本当になんかしっくり古代感すごくない。検索履歴のマイサーチストーリーは検索履歴とか結構あと検索履歴の方が言いやすいです。明らかにマイサーチストーリー ね言いづらいし伝わりづらいし、絶対検索履歴の方が楽だから戻してもらいたいと思います。続いてラジオネームオムライスお姉さんからです。トランプのババ抜きをババだと失礼なのでマダム探しと呼ぶ。ウィアストーン。確かにね、今、まあ、大事よ。気遣いとかね、言葉遣いは大事だよ。そうよ、言葉遣いで人とのね、人に与える印象って変わってくるから。すごいなんかあったかい気持ちになるもんね。マダム探しでもしませんかと。いいね、うん、誰も悪い気にさせない。いいね、で負けても別にそんな印象ない。マダムここにいたなってなるだけだから、ね。そうマダムを探すゲームなんだから。私の勝ちみたいなやつ。はい、じゃあ続いてね、じゃあ。はい、続いてラジオネーム犬大好きさんです。はい、ライブ中に声出せと言われたら、その後にまだまだ声出るよなに備えて 80% くらいの声で答える。 We are stones。 これやっぱあるある。どうなんだろうね。いや思うよ。だって俺ね結構思うの、うん、盛り上がってるかーい、まだ出るよな、うぇーい、いや出るじゃん最初からって思う時ある。やっぱこれはあるあるなのか。だからね、3回聞くぐらいで聞くのは60、80、100ぐらいな感じなのかな。やっぱだったらさ、もう俺らもこの手法よくやっちゃうじゃない。やっちゃうやっちゃう。一発だけにする今後。いやでもなんかさ、俺らもそうだけどさ、気持ちいいのが欲しいじゃんやっぱり。でもさ、やっぱ一発目からさフルマックス欲しいとこではあるよね。いやだからこれを機に。あとなんか嫌じゃない、多分この後まだまだ出るよなって言われるから今回とりあえず 80% でいこう。ベーイってなんか嫌じゃない。いやだからあとさ、俺ら6人だからさ、6人の挨拶終わった後にさ、うわ慎太郎の時声出てるわ、俺の時にも声出させる大丈夫かなってちょっと心配にもなるんだよね。なるほどね、みんな声出しとかをさせる。そうだからさ、やっぱり温存はしてくれてんだと思うよ。まあまあまあ、その見る人ならではのあるあるなのかな。そう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 、これはね。はい、ということで今週のストーンズはここまでです。引き続きまだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズは頭文字を取って ST となっています。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると助かります。はい、それではここで一曲聴いてください。ストーンズでスパイシー。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大輔リチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そして13枚目シングルゴングここに帰ってきてが来週の水曜日、いよいよ来週の水曜日4月10日にリリースされるということで、はい、もうすぐ。そしてですね、今日はもう一つ新しい嬉しいお知らせでございます。先ほどもオンエアしたニューシングルにも収録されるストーンズの新曲スパイシーがですね、メルセデスベンツの電気自動車新型 EQA、EQB のテレビ CM ソングに決定しました。ありがとうございます。メルセデスさん、ありがとうございます。電気自動車ですね、まあ、ちょっと僕たちは一足先に見させていただいたりもしたんですけども、はい、めちゃめちゃいいいいよね。やばい。なんか夏にすごくぴったしで、すごく素晴らしいね。CM だったので、ね、チェックしてみていただければなと思います。そしてこの後1時にですね、ストーンズの公式ホームページを X に詳細や CM 動画へのリンクがアップされますので、そちらもチェックしてみてください。お願いします。そして12枚目シングル音色もよろしくお願いします、はい。その他の最新情報はストーンズ公式ホームページ X をご確認ください。それではお時間までメール何通かお読みします。ラジオネームデカドラさんからです。コーチの胃カメラトークはどうせ全てが嘘だろうと思って調べたけど、2リットルの水は本当なんだな。1個事実を入れて自分のパチを信じさせようとする。お前1年経って悪質さが増したら。これちょっとね、姑息だよね。なんか汚い、汚くないって。なんかね、姑息な手使ってきてるよ。いや2じゃない、5よ。
だから違う違う2だろ2って5 2って言ってたから5でお前デカドラももう2見てるから2リットルいやいやいやでねそこでなんかちょっとリアルなやつ出して、うん、なんかその信じさせようとして2リットルっていうのが嫌だ今思い出した6だったね、どう感じてほしいのみんなにどういう人物だと認識されていきたいの頑張ったなって結構飲んだよって結構いっぱい大きいのとか入る人なんだなって思ってほしいシャトルラン頑張ったなって思ってもらいたいじゃあかっこいいねってならないから別に事実だけ述べてよ別にそっか、はい、続いていきます、はい、続いてラジオネームハーニコさんからですサクランボもバナナ、パイナップルと同じで今年不作でめっちゃ高いです。正確なデータではないんですが、うん、スーパーに毎日行ってる私の肌感では歴史上ナンバーワン高いです。あ、データで別に出てないけど。まあ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 。でもだからハニコが言うならマジだろうね。だからハニコ。毎日スーパー行ってる。まあまあまあ確かに。な？でそれで多分だからこの3つで歴史上歴史でだよその。多分そのお金でこう果物がやり取りされるようになって歴史上で今一番この3つだけ高いハニコが言うなら俺は信じるまあ確かに現場の声は信じた方がいいそうスーパーに毎日行ってるわけだからハニコが言うなら俺は信じるよこの3つだけ今歴史上一番高いからハニコ信じるそれはハニコがこんだけ言うからね俺は信じますけどね続いて、ラジオネームデリートさんからですでああコーチのドポーズめちゃくちゃ楽しみにしてるからなよろしくな、はい、やばいよ今俺もう忘れてたもん楽しみにしてるリトルストーン見せながら歩いた瞬間あなたもう逃げられません楽しみにされたらもう終わりなんですよだって忘れたら怒られるんでしょいや怒られるとかじゃないもう結構そのなんかあの草刈り釜とかぶん回す怖い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 やだよあの釘が刺さったバットとか危ねえってヤンキーすぎるよ続いてラジオネームパンドラさんからですジェシーと田中が最初にドポーズの約束した時はここまで注目を集めてなかった、うん、でも今となっては多くの人々を巻き込んだ巨大なムーブメントになってるんだこのタイミングでドポーズを忘れたらコーチお前はバナナになるんだな怖いだろやばい怖いわもうだって今一番盛り上がってるからドポーズがねもう最大歴史上一番盛り上がってるから今忘れたら本当にダメだから俺もうコーチ一緒に唱えろ俺 Don't forget Don't forget やばいやばいやばい Don't forget Don't forget Don't forget 皆さん聞きましたかコーチも言いました皆さん来週の金曜日3人でドポーズやります Don't forgetFun times now We're unstoppable Dance this wall Feels incredible Bright eyes so wide Heart so free To the sky Just you and me Magic momentsHolding hands Forever friends Understand On a more fun times now We're unstoppable Dance, dance, wow Feels incredible